どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は一匹の小さな動物にいろいろな動物の体を付け加えて最強のミュータント生物を作ろうというゲーム、ミュータントファイティングカップ2という広告のゲームで遊んでいきたいと思います。スマホゲーム好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん見てください、モンスターを作り、そしてそのモンスターたちと戦う、そんな感じの素晴らしいゲームになっております今日は。そしてなんかミュータントカップに出場していろいろなミュータントを倒して1位を目指そうという感じかな。すごい、なんかオープニングアンドすごくない？来ました。皆さん、これが俺の敵なんかな。かわいい。タップしてスキルを見れるって書いてんね。コストが1マナかかって3回の行動でヒーリングブーストをしていくと体力回復をどんどんしていけるって感じかな。ちょっとこれ使ってみようか。じゃあこれ、あ、なるほど、これがマナだ。今俺3マナ持ってて、ここに書いてんのが1マナ、1マナ消費するんだ。1マナ使って、じゃあヒーリングブースト、あーなるほど、で単性なんだ。あーで回復していくと、なるほど。ちょっと待って、このゲーム神ゲーの匂いがする。で3マナ消費してここにあるスキルを全部フレッシュできるらしいよね。ちょっと一回使ってみようか。これで、あー、スキル変わった。よし、じゃあこれでバリアを一回貼っておいて、オッケーオッケー。これで3ターン俺はね攻撃めっちゃ防げるから、オッケー。回復もしていくと、え、結構強いんじゃね。この歯茎攻撃しようか。口で噛みちぎれ、いけ俺のモンスターよ。ワンタマルにしよう、ワンタマル。ワンちゃん行こう、ワンちゃん。敵結構倒せるぞ、これ。普通に腕の攻撃して、いいね。残り体力8だ。あ、もう無駄無駄。もう俺はね、HP アップもついてますし、最後踏み潰してやろう。とりゃ倒した。神ゲーの匂いがするみんな。シークレットキーゲットしました。シークレットリワード、これ開けれるんかな？さあ、何が出る？お、ストロングヘッド。これでなんか DNA みたいなゲットしたみたいで、あー、これか、さっきゲットしたの。で、このゲットした DNA をこれで合成させること、うわ、俺のワンちゃんが、おお、待って、歯がついてる。これでどんどん多分強くなっていくんだ、俺のキャラクターは。さあ、来ました。あ、口がかっこよくなってる。貴様か。俺の敵ではないはずだ。HP35 しかないやん、君。まあ、じゃあ、とりあえず普通に攻撃していこうか。多分ね、回復とかもいらないはず。いけいけ、どんどん倒せ倒せ。お、なんだこれ、剣みたいなマーク来た。3回行動の間 50% 攻撃力アップか。あー、まあそれよりも普通に攻撃したいから1回リロードして歯茎攻撃をかますと強い強い。あ、やばい、体力回復してきやがったな。爪だ、爪でいくんだ。ワンタマル、いけいいよいいよ。次はじゃあ踏みつけてやろう。あ、ワンタマル左足で攻撃よしよしよし、また新しいのをゲットしたぞ。ヒーリングの威力がちょっと上がるって感じかな。回復量が上がるって感じか。ちょっとこれも装備していこう。オーケーオーケー、なるほどね。これでどんどん成長して、あ、角生えたかわいい。さっきゲットしたのはこのアタックの DNA で、さらにディフェンスの DNA やったり、今ゲットしたサポートの DNA、 スペシャル DNA とかいっぱいあって、どんどんこの犬を超生物に進化させていこうということか。しかもみんなこれ犬だけじゃなくてウサギとかオオカミとかもいる。シリーズ化か、これもしかして。普通にちょっと楽しいぞこのゲーム。よし、じゃあどんどん行こうか。さあ来たよ、俺ちょっと角も強くなってるからね。うわ、相手も結構強そうだ。まあ俺の敵ではないはずだ。相手 HP40 やし、まあでもちょっと威力上げとこうか、最初の1回やし。とりあえず威力アップさせといて。うわ、何それ、毒ダメ。あ、ほら、やっぱり毒ダメージだ。これさ、もっといっぱい使えないんかな、これいっぱい。あー、1個しか使えないんだ、やっぱり。なるほどね。いや、でも勝ってる勝ってる。最後は噛み砕け、いけわ、すごい、倒せる倒せる。さあ、今回の敵は、なんかとんでもないやつが来たな。この攻撃、ダメージはちっちゃいけど、スタンできるってやつの相手を。スタン結構いいんじゃない？さあ、食らえ！3攻撃！オッケー。これでほら、スタンやから、ほら、もう一旦俺のターンみたいな感じよ。やっぱりこのね、マナが小さいやつだと、小ダメージだけど、このマナが2のやつは、中ダメージぐらい与えるっぽいね。オッケー、18、いいね、いいね。まあ、負けることはないでしょう。オッケー。でね、みんな、この、倒した後にもらえる、この、攻撃力マークとか防御マーク。これを集めることで、こういうの解放できるんよ。ほら、例えばこれとかやったら、攻撃マークのやつが5個必要やったりとか、するわけなんで、どんどんストーリークリアして、これを貯めていかないといけないんだな。なんかちょっとかっこよさそうな腕でもつけていく？腕装着しよう。さあ、進化しろ
可愛い。おお、来た来た、腕がいいね、楽しいな、こうやってなんかどんどん強くなっていってくれると。さあ、強くなった俺にどこまで君たちは対抗できるかな。いや、正直ね、みんな余裕です。やっぱこの辺は全然勝ってる、全然勝ってる。ああ、このスキルポイントがマジで美味しい。よし、じゃあこれでなんかディフェンスのやつもゲットできるんで、つけていこうか。これだな、ニードルズ、針だ針、反射ダメージつけれるっぽいぞ。みんなこれでつけていこう。これで相手から攻撃されてもちょっとダメージを、うおかっこいいぞ。これでなんかみんなちょっとボスっぽいよね。次、ポイズナスドラゴンニカルストライクアロースラッシュ。なるほど、ドラゴンの名を冠するものか、君は。倒してやろうなんかこれ毒使いって書いてたから毒にちょっと注意していきたいな。え、初手から毒してきたんやけど、まだ俺攻撃してないのに。まあでもこういう時は、さっさと相手を倒してしまう。 OK、なるべく強い攻撃をどんどん当てて。うわー、スタンは強い、ちょっとまずいな。相手スタンとか使い始めてきた。いやでもここでさらに俺は攻撃力の高い攻撃をしていく。俺はね、攻める、攻めるのが一番最大の防御って誰かが言ってた。あー、ちょっと毒がうぜー。ちょっと回復しかないな。一回これリフレッシュしちゃって。あー、来た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 。このミディアム攻撃ね。ミディアム攻撃、どりゃ強い強い。次で倒せる。いやー、回復されたうわ、回復ちょっとずるくない？あ、来た。これさっきゲットしたやつだ。これ結構強い攻撃やった気がするから。どりゃ、お、なんだ？あ、これで今俺フレッションだ。オッケーオッケー、11ダメージ。やっぱりそうだ、3ターンの間、反射ダメージをつけれました、今俺。いや、反射ダメージがあるんですよ、俺には。やばい、スタンめっちゃしてくる。やめて、やめてよ、やめて爪研ぎ攻撃、スラッシュオッケー、シークレットキーゲットした、みんな。どれ開けようかな。じゃあ、真ん中じゃなくて左側に敷いちゃおう。これは？お、なんだ？フリーミュータントゲットした。なんかかっこいいくちばしかな？広告見るともう一個開けれるっぽいから、ちょっともう一個開けてみようか。んじゃあ、真ん中開けてみよう。お、なんだ？自分にかかったデバフを取り除けるっていうアイテムゲットした。この DNA もらえると思ったけど、そうではないんか。じゃあこの新しくフリーでゲットしたやつ、手に入れてみよう。さあ、装着！進化せよ！俺、うわかっこいい！いいね、ちょっとタトゥー入れてみました。あー、なるほど、みんな。このショップで、戦闘中に使えるバフ、ポーション、いろいろ使えるんだ。なるほどね。で、さっきゲットしたのが、戦闘中に使えるバフのアイテムだな。分かってきたぞ、みんな。このゲームめちゃくちゃ面白いぞ。第2ステージ行こうか。強くなったこの俺のワンちゃんと戦いたいのは、あー、もう弱そうですね。このね、スタン攻撃がマジで強い。これスタン永遠と刺しときたいな。あー、ちょっとこれはまずい。あー、ちょっといいの引いたね。これコスト3のやつはね、大体強いんよ。これ相手に毒ダメージも与えれるんだ。ちょっとじゃあ次のターンに置いとこう。コストを貯めて、あー、でももう相手死んじゃうな。あー、毒で苦しめてやろう。ほら、タムカムな、俺に！よーし。じゃあ、新しくまた、なんか、あ、来たる。これ、追加できるね。この筋肉量を上げてあげよう、俺のワンちゃんの。さあ、ワンタマル。強くなった。おー、おー後ろ足の筋肉がすごいぞ。お、また新しいのつけれるね。じゃあ次はこれかな？蜂の能力か。まあこれサポート系の能力やから、ヒーリングとかの攻撃力とか、ヒーリングダメージが上がっていくって感じか。ダメージじゃない。おー、なんか蜂ついた。汚そう、なんか。この蜂を身にまといし、俺の攻撃を受けるがよい。40ダメージ？え、しかもこれ毒付き。40ダメージって結構出てない。あ、やばいこれ。これ今攻撃しちゃうと俺に反射ダメージかかってくるってやつだな。まあ、いっか。あんまり気にならないです、反射ダメージとか。うわー、結構半分ぐらい？ 4 割ぐらい反射するって感じなんかな。あ、でも気にならないです。全然反射してもらって構わないです。余裕じゃん。お、みんな次ボスまで帰ってきたぞ。ボスの前に、じゃあちょっと、ディフェンスよりアタックやっぱり上げたいから、どれにしよう。なんかかっこいいやつがいいよな。攻撃力を6プラスするってやつだな。まあ、これにしてみるか。強そうやし。さあ、ワンちゃん、これがカイの腕だ。おおもうワンタマルはいない、昔の可愛かった。俺たちはもう最強を目指すしかないんだ。これがボス戦か。なんか結構強そうだ。アームド、なんだ、ドッグ。結構強そうじゃん。うわ、これもしかして、うわ、反射ダメージ系か。あ、でも、これ、俺めっちゃ引けてるやん、いいの。これね、これで一回くるくるスタンさせて、で、もう一回俺のターン。で、これ、ウノで言うところのスキップ、ドローフェーズ2みたいな。攻撃力ちょっと上げるか。あ、でも反射ついてるから、一回ちょっとリフレッシュしちゃって、まあ普通に攻撃でいいかも。反射怖くないっしょ、別に。毒だ。毒ならば、
君が回復をしようがなんだろうが関係ない。おお、1残ったそう、毒でやられないか。あ、倒したんじゃない、倒したえ、毒のあの爪めっちゃ強いじゃん。よし、じゃあここ開けちゃおう。さあ、なんかいいの来ないかな。お、来た、また新しいやつゲットしたね。ヒールのパラメーターが8アップ。よし、これでさらに俺は回復しやすくなると。おお、どこ、ああ頭からなんか出た。よし、第3ステージまで来てるな。結構これどこまであるんやろ。そんなにでも強い敵に当たってないからどんどんいけそう。いけ、ワンタマル、毒の牙。よしよし、まあこれで回復されても毒ダメージでいいね。え、毒の牙マジで強い。よし、じゃあさらに、進化していこう。ディフェンスやから皮膚だな。あ、ディフェンスは HP アップなんだ基本的に。じゃあこのなんか蛇の甲羅みたいなつけてあげようか。蛇の皮膚かな。うわ、おお。もう犬ではない、これは。もうなんか敵も化け物みたいになってきたな最初は犬同士の可愛い争いやったのにな。毒の牙食らえ、毒の牙。オッケーオッケー。うわー、あとない体力に。いや、これでも毒でやられるんじゃない。オッケーオッケー、倒した倒した。オッケー、やっぱ毒の牙最高。よし、じゃあさらに、あ、サポートとアタックにしようか。じゃあ次は、さっきはこの亀の足みたいなゲットしたから、このトゲトゲの足にしてみる。これってもしかして亀の足なくなるんかな。あー、なくなっちゃうんだこれ。あー、けどけどとんでもないことになってる。じゃあさらにこれつけてみる。ヒーリングのパラメーターも8アップして、頭の上に天使族になりました。皆さん、負ける気がしないぜ。うわ、なにこれ、敵なんかゾンビみたいになってないけど、本当にこれ犬なのか、ミュータント。いや、てか待って、相手の体力めっちゃ多くない？これちょっと考えないといけないパターンか。いや、でも正直そこまで考えなくていい。ほら、スタンさせておけばなんてこともないよ。俺は20ダメージ一気に、もう体力、あー、結構回復されたか。あー、これシールドも貼れて、さらにスタンもできるんだこれ。スタンシールドやってみる。スタンシールド、これで相手をスタンして、さらに2ターンの間受けるダメージを半減。素晴らしいですよ。スタン系がやっぱめっちゃ強いなこのゲーム。毒の牙食らえ。よしもうこれでね、俺の勝ちは決まったようなもんよ。あとはじわじわと相手の体力を、あー、よし、倒した倒したいいね。よし、みんな来たぞ、ボス戦。さあ、ボス戦やってきました。最初から反射ダメージこいつなんかしてきたな。でも俺の手札結構いいよこれ。まあとりあえずはスタンさせてシールド貼ろう。これで一旦別に何も起こらないって感じだし、俺はシールド貼れるから。でこれでさらに攻撃も与えていくと相手に。いいねいいね、全然問題ないです、全然問題ないです。ほらほら、俺もう半減してるから全然効かない。でまあちょっとダメージ食らってるから、これ使って体力回復しながら相手にも自分の体力を回復すると、完璧な作戦だ。もう一度これでスタンして、自分のターンと手札が悪いんで解除して、ああもう一回来た。オーケーオーケー、もうこれハメ技なんじゃないこれはめれるはめれる。でこれでまたちょっとスタンさせるっしょ。これでスタンでまた俺のターン、うん、ちょっと回復して、オーケー、いいね、いい攻撃来てる。これで相手にダメージ55ダメージ。もう手も足も出ないだろ君手も足も出ない、食らえそりゃよーし、ボス戦倒したみんな、シークレットキーゲット。じゃあ次は右側開けちゃおうかな。これ多分決まってると思うよ。でもあー、なんかでも別の来ちゃったな。よし、みんなこれでなんか一旦、うわ、まだまだあるのかここら辺に。あ、結構あったわ。いやでもとりあえず今日はここを全部クリアしていこう。じゃあちょっとディフェンスのやつもつけていこうか。これリノサウルスのなんかこれ背中のパーツかな、ディフェンスってことは HP が40アップ、結構いいんじゃない。これでさらに俺は進化、おー、え、どれだこれかここの部分かな、見て、これが元の俺よもう全く見る影もなくなっちまったよ。結構強いわみんな、やっぱこの辺になると。なんかこのハエモンスターとか、これちょっと待って、俺もちょっと防御入れていこうか。一旦これ防御入れて相手スタンして、ちょっとね、相手が結構強めな時は冷静に立ち回らないといけない気がする。これあと一発だけど俺の体力も結構怖いんよな。やばいなこれ、オーケー、危ない、クリティカル、危ねえ、クリティカル出さないでこんなところで。多分倒せるんじゃないこれで、あと一つきれい、あと一つきれい、オーケー、危ねえ結構強かった。なんかこのアックスってやつつけてみようか。これでさらに回復量が上がるんやけど、斧はどこに、あ、尻尾が尻尾が斧になっちゃった。みんなもうちょっとでみんなラスボスだ。まあ結構強いけど、まあ頭を使えば余裕で勝てますよこれは。
オッケー、これでとどめを刺して、オッケー、よしよし、危ないところだけど勝てたね。じゃあ第1ステージ最後のラスボスで、さあこいつがラスボスか、行け俺のワンタマレ。うわ、敵なんか飛んでるぞ羽生えてる敵、やばそうな敵が来た、まずいぞ。うわ、しかも最初から毒かよ、しかも相手体力300、高っ。ということでみんなラスボス倒せるように高評価とチャンネル登録で応援よろしく。高評価ありがとう。よし行くぞ。とりあえずすでにもう俺体力結構削られてるんで、一旦回復から挟もうか。一旦これで継続ダメージで26してって、あやばいやばい、めっちゃ毒来てる。え、2回毒食らったんやけど俺。てか今のこれ継続回復じゃないわ、普通に回復だこれは。ちょっとでも攻撃もしていかないといけないから、しっかり攻撃して、ちょっと毒があまりにもうざすぎるこれ。32、やばい、ちょっと待って強くね、やばい、ちょっと待って強いかも。これ一回ちょっと反射入れようか、一回ちょっと反射入れて相手にもちょっとダメージ食らわせて、いったー、やばい、いや、いや、スタン、やばい、これ死んだかも。あ、やばい、毒、いや、え、またスタン、嘘だ、やばい、嘘だ、あくっそー。みんな俺は一番重要なことを忘れていた。これ今毒食らったっしょ、毒食らったならこの毒を解除すればいいんよ。俺これ持ってたじゃん、そういえば。全てのデバフを解除する。あ、しかも相手に毒を与えるも結構あるぞ俺。まあ、相手にちょっとこれ毒与えていく？相手に毒与える。あ、しかもこれまだ自分のターンなんだ。じゃあちょっと自分の毒も消しちゃおうか。オッケー、これで毒消して、ここから俺は殴ってやる。おりゃ、そして俺の毒ダメージも食らえ、オッケーそうだよ、うわ、やっぱ来たか毒、そうだよな、うん、この毒食らってから俺は解除すればよかったかな。一回これリロードしちゃって、あー、うーん、どうしよう、うん、継続回復一旦入れとこうか、ちょっと相手怖いしな。一旦ちょっとこれ継続回復入れておいて、うわー相手うぜえなこれ。まあまあいいでしょう、回復もしてって、ちょっとずつ、来た、毒の牙だ、毒の牙くらえ、これを待ってたんだ俺。67ダメージ、35ダメージ、いいよ、さらにもう一回毒あるよ、おい、いいねいいね毒だな、毒がやっぱこのゲームで一番強いのかもしれない。これはちょっと反射ダメージも入れておこうか、多分。あ、これでも相手毒あるから、あー攻撃しとけばよかったかな今、これ勝ててたな今。まあこれ今反射ダメージあるんで相手、うわー全然食らってないけど、いやこれ大丈夫、よかった、スタン食らったけど俺反射ついてるから、相手はそんなに攻撃してきても、はいはい、ダメージ入る、いいよいいよ、いいね、継続回復。一旦これちょっとスタン入れてダメージカット入れておこう。 OK、 これでリロードした攻撃、よし来た、これで回復プラス攻撃ができる、この攻撃 OK、 いいよこれ、勝てます皆さん、これは勝てる、さっきは負けたけど結構強かったことは間違いない。これスタンピングできるんじゃない、これいけ、船に潰せ、オッケー倒した、あぶねー、よかった、これでちょっとリワードゲットしていこう。お、なんか新しいストーンボディゲットしました、ストーンボディ。え、でも俺このドラゴンスケールの方俺結構好きだったな、ドラゴンの皮膚、ストーンボディにしていく、じゃあ仕方がないな、ドラゴンの皮膚よりこっちの皮膚にしていこう。あー、いいね、でもこれもかっこいいかも、あー一応姿変えれるんだ、よーし、じゃあこれでどうなったんだ。お、なんかチャレンジャーズっていうの解放されたね、シークレットラボ、あーなんかいろいろなモンスターを作れる、自分でこれもしかして作れんの、自分でミュータント作れるんじゃないこれ多分。じゃあちょっとディフェンス、あーなんかかっこいいやつ作ろうか、体がかっこよさそうなやつ、能力とか無視で俺はかっこよさそうなやつを作っていく。あ、ドラゴンのなんか尻尾いいね、スペシャル、あ羽いいじゃん、羽とさらになんかよくわからんこれ、ミュータント、ミューテイト、さあなんかかっこいいの来い、めちゃめちゃかっこいいです、お、うわめっちゃかっこいいの来たやん、こうやって自分でミュータントも作り出せれるんだ。よし、じゃあみんな、まあ第2ステージ解放したけど第1ステージは全部クリアしたし、まあこんな感じのミュータントドッグになってしまったけど、次回はちょっとねまたこれキャラクター変えていこうか、ネズミとかキツネとかウサギとかカメいるから、このみんなもこんな姿に変えていきたいなと思います。ということでね、次回もやってほしいと思ったり、この動画楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録もよろしく。ってことでまた明日、バイバーイ。